1949年の架空の都市テートが物語の舞台です。怪人20名様だ。裕福な人をターゲットにし、魔法のような鮮やかなテクニックで美術品や骨董品を盗む怪人20面相が世間を賑わせていました。サーカスの曲名師金城武さん演じる遠藤平吉は、ある紳士から面談って明智小五郎の結納の写真を撮ってほしいと頼まれます。しかしこれは怪人二重面相が仕掛けた罠だったのです。あれは怪人二重面相だ。あれ違うよ。撃て。平吉は二重面相の濡れ衣を着せられてしまいます。自分の無実を証明するため、自ら二重面相になりすまし、本物の怪人二重面相を追い詰めるのです。二重面相、さあこっからどうなっていこうかという、はい、こんな映画で監督、今はあのネタバレは大丈夫ですね。あ、大丈夫ですね。大丈夫、よかった、心地いい。安心しましたよ。一足先に私ども拝見しましたけど、はい、面白かったです。これはなんというか、男性の場合はね、自分の心の中に残っているあの少年の心にこうビンビンこう訴えるものがあるのかなと、そんな感じで拝見しました。特に金城さん、アクションがすごかったですね。なんでしょう、アクションに関しては内容は もちろん難しいこともいっぱいあるんですけど、いかに面白く考える、今までにないような、あるようでないようなアクションの内容にできたと思うんですよね。こってこてのなんか戦いだけじゃなくて、追いかけっことか、はいはい、あとワイヤーアクション、そして CG、この3つの、コラボがうまく新しいものができたと思いますね。でもその追いかけっこで言うと、とにかく屋根を越え壁を登りまっすぐ行けと、あれは面白かったですね。どんなことに気をつけてそのアクションを演じました？擦り傷とか絶えなかったんじゃないですか？僕ができるところはやったんですけど、できないところはもうできる方にお願いして、そういう風に映画を作ってきてるんですけど、アクション映画ってアクションでどうしても怪我はやっぱつきものって言われるんですけど、僕はそんなにはなかったですね、今回は。でもこの今アクション映画とおっしゃいますが、単なるアクション映画ではないというところがこれ最大の見せ場かと思うんですけどね、ちょっと私どもテレビご覧の皆さんによく分かっていただくためにキーワードを考えました、でそのキーワードの一つ目がこちらです。騙す、これ観客そのものを見事にいい意味で欺く展開だと思うんですが、監督そのあたりはどんなことを金城さんにリクエストなさいました？演じる上で騙すってことに関してはあんまり実は言ってないんですけど、金城くんの金城くんにしかできないその遠藤平吉っていう役をやってほしいなと思って、面白くしてほしいなっていう、で3枚目になってね、いつも2枚目で美しいので、3枚目の方がいいかなと思いました。どうでした、3枚目やってみて？僕コメディ好きなんです。あ、そうなんですか。でもコメディを好きなもう一つの理由は、コメディはすごく難しいと思うんですよね。泣かせるのと笑わせる、やっぱ笑わせる方が難しいと思うんです。それこそユーモア、文化が違うとユーモアがやっぱり伝わりにくい、そういう意味の中ではやっぱりコメディをいかにより多くの文化、国を越えてでもいいし笑いが伝わると、それに笑わせるってやっぱ幸せなことだなと思うんですよね。なるほどね。これはドキドキもあり、そういえばちゃんと笑いの要素も入っててね、ありました。で最後に感動しですから。そうなんです。さあ続いてのキーワードいきましょう。はい、こちら、はい、こちらです。